こんにちは、シンガーソングライターの南郷です。本日10月1日です。昨日9月30日まででずっと1ヶ月程度ですねやってきたクラウドファンディングが終了しました。ご協力いただいた方、ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。クラウドファンディングというもの自体があまり一般化してない中で、で特に僕ら不適切ブラザーズのライブに来てくださる方は馴染みのない馴染みのないサービスだと思います。まあ僕を応援、普段から応援してくださる方も含めてですね、なかなかクラウドファンディングってなんやねんと、クラウドファンディングって何それ、怖、怪しいみたいな感じの方が結構多かったんじゃないかなと思っています。そんな中でご協力いただいた皆様については本当に本当の本当にありがとうございます。ちょっとSNS とかにも書きましたし、ご支援いただいた方にはもうすでにメッセージを送らせていただいたんですけれども、もう本当に僕の語彙力がなさすぎて何と伝えたらいいか全く分かりませんむちゃくちゃ嬉しいです。ただ、はい、目標金額25万円に対して実際約半分の12万円が集まりまして、まあ、目標の金額には届かなかったんですが、実際なんだろうな、そんなに落ち込んではいなくて、もっとこうすればよかったなというところが意外と自分の中でやりながら見えてたりとか、もう見えてるけど今から実行に移せない、まあ、要はサービスのシステム上とかいろいろ実行に移せない、変更ができないところというのがたくさんあったので、途中から軌道修正できない部分というのが多々あったんですけれども、まあ、それでも自分の中でたくさんこうすればよかったな、こうしたら多分きっともうちょっとうまくいくなとか、もうちょっとわからない人が、あ、これだったらやってみようかなとか、あ、なるほど、こういうふうにすれば支援ができるんだ、だったらやってみようかなとか思っていただけるような方法というのをいくつか自分の中で気づけた部分というのがあるので、まあ、ちょっとね、次クラウドファンディングを近々やるかどうかっていうのは全く考えてないですし、想像もつかないんですけど、もしやるとしたらもっと支援したいよ、力貸したいよと思ってくださる方にもっとスムーズに支援していただけるような、なんかしょうがねえからとかじゃなくても、なんかもっと、ああ応援したいよと、あ、それぐらい気軽に手軽にやれるんだったらやってみようかなと思っていただけるようにクラウドファンディングに挑戦しようと思ってますので、その際はぜひご協力をお願いします。で、今回10月の26日に行う不適切ブラザーズのワンマンライブの費用としてクラウドファンディングに挑戦して、まあ、実際もう10月1日ですので、今月26日土曜日昼間に東京は六本木にあります毛布東京というところで不適切ブラザーズのワンマンライブを開催します。ベースシミケンが49歳、まあ、40代最後のライブになりますので、もしよかったらですね、ご支援いただけてない方、支援したかったけど間に合わなかったよ、したかったけどちょっとやり方が分かんなかったよとか、いや不安でちょっとできなかったんだよねという方もですね、ぜひぜひ六本木でお待ちしておりますので、一緒に僕の大好きな先輩でありとても素晴らしいベーシストのシミケンの49歳から50歳にかけての、まあ、最後のライブを一緒にお祝いしに来てください。よろしくお願いします。というわけで南郷でした。またワンマンまで1ヶ月近くはありますので、まあ、何か状況の報告とか、あとはスタジオの様子とか、そういったものを動画で撮影して、まあ、あとはシミケンさんと会う機会もあると思うので、途中でその会った時の様子とかいろいろ発信しながらワンマンを迎えたいと思います。リターンについてはこれから順次準備ができるものから準備をしてお渡しできるタイミングで連絡させていただきますので、もうしばらくお待ちください。というわけで不適切ブラザーズの南郷でした。まるで僕らマニファクチャー無限に生み出すファクトリーさ、まるで僕らマニファクチャー無限に生み出すファクトリーさ、まるで僕らマニファクチャー無限に生み出すファクトリーさ。